中華堂の査定担当の奈良岡と申します。長崎県の出張査定無事に終わりまして、日帰りの特訓的なスケジュールだったんですけども、良い品物良い人に出会いました。また長崎に行きたいと思います。ぜひ、長崎の方、良い品物ございましたら呼んでくださいませ。よろしくお願いします。